オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。このコーナーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。本日は祝日特集として天皇誕生日をお送りいたします。この度天皇陛下におかせられましては78歳のお誕生日をお迎えになられましたことを心よりお祝い申し上げます。ますますのご健勝と皇室のご繁栄とともに日本国の繁栄を祈念いたします。天皇誕生日とは文字通り在位中の天皇陛下の誕生日を祝うことを趣旨とした祝日です。昭和23年までは天朝節と呼ばれていました。天皇誕生日には宮中で祝賀の儀、宴会の儀、茶会の儀などの行事が行われます。また一般参賀も行われ、多くの方々がお祝いに訪れます。午前の参賀では天皇皇后両陛下が皇族方とご一緒に宮殿のベランダにお出ましになり、直接国民の祝賀をお受けになります。午後の参賀は宮殿にて祝賀行事が行われますので、天皇陛下はじめ皇族の方のお出ましはありませんが、特設記帳所において記帳することができます。なお去年平成22年の一般参賀の参賀者数は26,298人でした。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。また皆様からの質問やご意見、ご感想を募集しています。お寄せいただきました方には葬にまつわる体験談集時を超えてを漏れなくプレゼントいたします。ご意見ご感想は住所氏名をお書きの上、メールでは info@nara.fm info@nara.fm、 ファックスは 0742-24-8422 0742-24-8422。おはがきでは郵便番号 630-8334 奈良市西の新屋町43番地奈良 .fm オフィスシオンの係までお願いいたします。なおお問い合わせは電話番号 0742-24-8415 0742-24-8415奈良 .fm へお願いいたします。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、このコーナーは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。